シスコシステムズはアメリカ合衆国カリフォルニア州産のゼ日本社を置く世界最大のコンピュータネットワーク機器開発会社である。シスコの略称で呼ばれることが多い。社名のシスコは創業地サンフランシスコに由来している。またロゴマークはゴールデンゲートブリッジの2つの塔を表している。シスコシステムズは1984年12月、レオナルド・ボサック及びその妻。 サンディラーナによってサンフランシスコに設立された。1984年にシスコを設立した後も、ボーサックはカーク・ローヒードと共にスタンフォード大学で仕事を続け、その間に最初の製品を開発した。これはスタンフォード大学で使用されていたブルーボックスルータを完璧に模したもので、同じく大学で開発されたマルチプロトコルルータソフトウェアを流用していた。 このソフトウェアはもともと数年前にスタンフォード大学医学部にて研究エンジニアだったウィリアム・ジェーガーによって開発されたものでボサックとローヒードによって作り変えられた後にシスコ iOS のベースとなるものであるボサック、ラーナー、ローヒードの他にプログラマであるグレッグ・ザッツ、セールス担当のリチャード・トロヤーノが加わり初期のシスコチームが誕生した 初代 CEO はビル・グレーブスであり、1987から1988年までその任に当たった。1988年にはジョン・モーグリッチが CEO に任命された。1990年2月16日、株式を公開、ナスダック株式市場に上場した。専用ネットワークノードを開発、販売した最初の会社ではないが、 マルチネットワークプロトコルをサポートするルータを初めて製品として販売した会社の一つである。標準的な CPU ベースのアーキテクチャである初期、シスコデバイスと iOS オペレーティングシステムの柔軟性を組み合わせ、ソフトウェアアップグレードの頻度を上げることで進化する、テクノロジーニーズに対応することが可能になった。当時の人気モデルの一部は実質的な変更なしにほぼ10年間製造され、 続けたが、これは、ハイテク産業では、非常に稀なことである。エンタープライズ分野で、存在感を示していたが、サービスプロバイダー分野の需要の高まりを機敏に捉え、シスコ7000やシスコ8500などの大容量の、新しい製品ラインで、SP 市場に参入した。百九十二から百九十四年にかけて、コルッポな、グランドジャンクション、有名なところでは、 マリオ・マッツォラは社長兼 CEO であったクレッシェンドコミュニケーションズなどイーサネットスイッチング分野の企業を数社買収してカタリスト事業部門を設けた。当時、レイや3ルーティングとレイヤ2スイッチングを異なるインテリジェンスとアーキテクチャを補完する機能として構想していた。ルーティングは遅くて複雑である一方、スイッチングは早くてシンプルというものだった。 1990年代の同社の製品ラインにはこの理念が反映されている。1995年、ジョン・チャンバーズがジョン・モーグリッチの後を引き継いだ。1990年代半ばから後半にかけて、インターネットが驚異的に成長し、電気通信業界を取り巻く状況は急速に変化する。インターネットプロトコルが普及するにつれ、マルチプロトコルルーティングの重要性は低下した。 この状況にもかかわらず、シスコは、モデムアクセスシェルフから、ISP にとって、急速に不可欠となったコア GSR ルータに、至るまでの幅広い製品を提供して、守備よくインターネットの波に乗った。1998年までに、この重要分野でシスコは事実上の独占状態を、確立した。2000年3月下旬、ドットコムバブルの真っただ中、 シスコの時価総額は世界一になり5000億ドルを突破した。ハードウェアレベルのプログラミングルーティング機能が複雑化したことから IP パケットと MPLS パケットを完全にハードウェアで処理しようとするスタートアップ企業数社が誕生した。同時にルーティングとスイッチングとの境界線が曖昧になった。そのうちの一社であるジュニパーネットワークス社が 1999年に初の製品を出荷。2000年には SP 市場におけるシスコのシェアを約30%切り崩すことに成功した。この課題に対してシスコは GSR ルータ向けの独自 ASIC や高速処理カード、カタリスト6500スイッチなどで対応した。2004年には新しいハイエンドハードウェア CRS-1 と ソフトウェアアーキテクチャ IOSXR への移行も開始している。2006年大規模なブランド変更キャンペーンの一環として略称のシスコを採用しヒューマンネットワーク広告キャンペーンを打ち出した。これらの取り組みはシスコをおなじみのブランドにするためのものであり、ローエンドのリンクシス製品や将来の消費者向け製品の反則を目的とした戦略だった。 シスコは中華人民共和国のネット検閲への関与について批判されている。アメリカの記者によると、シスコ及びその他の電気通信機器プロバイダーは、中国のインターネットウェブサイトをブロックし、オンライン活動を追跡するために使用される監視、及びインターネットインフラストラクチャ機器を中国政府に提供した。シスコはこれに対し、政府がブロッキングするため独自のフィルタリング機能をカスタマイズ。 または開発することはせず、中国では世界的に販売されているものと同じ機器を販売していると主張した。2006年2月にアメリカ合衆国議会はこの苦難のため公聴会を開き、シスコ、マイクロソフト、ヤフー、グーグルを聴取した。米国の中国情報センターのヘンリー・ウー氏は、シスコはパトカーの通信式システムやセーモ門と 指紋識別技術などの最新のテクノロジーを中国の中央及び各省庁の国家安全部門に耐えなく積極的に提供したと強く非難した。2008年5月、ワイヤードニュースはグレートファイアウォールによるインターネット管理の商業的機会を衝突したシスコのある機密パワーポイントプレゼンテーションを披露した。この資料によるとシスコはマーケティングにおいて これらの技術を明確に抑圧ツールに分類した。2011年5月に法輪功学習者のグループはシスコが故意に法輪功学習者の卒業及び虐待において中国政府を支援するために自社製品を開発及びカスタマイズしたとして外国人不法行為請求権法違反の疑いで訴訟を提起した。訴訟は2014年9月に カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所により、棄却され、2015年9月に、第9巡回区構想裁判所に上訴された。従来のビジネスの面では、ルーティング、ツイッチング、セキュリティにおける広範なエンタープライズ向け製品の開発を続けた。イーサネットの重要性が急速に高まったことも、製品ラインに影響し、成功を収めた、カタリスト6500イーサネットスイッチから、 汎用的なシスコ7600ルーティングプラットフォームもシェアを拡大した。しかし、iOS と古くなったクレッシェンドアーキテクチャの限界により、キャリアイーサネット分野での商用半導体を検討する必要に迫られることになった。その結果、イスチップベースのハードウェアと iOS、XR を中心とした。 企業向けキャリアイーサネットとサブスクライバ管理ビジネスの統合を目的とした新しい ASR9000 製品ファミリーが誕生した。また、買収により新たな市場へも進出した。その一例が2009年のモバイルを専門とするスタラントネットワークス社の買収であり、その結果 ASR5000 製品ラインが生まれた。2009年半ばには、 インドでも大きな存在感を示し、バンガロールに10億ドルでグローバリゼーションセンターイーストを開設した。2012年7月24日、シスコは NDS 社を50億ベイドルで買収する承認を得た。この買収でヒューマンネットワーク戦略は終焉を告げ、シスコはリンクシスやフリップなどの家庭用ハードウェアへの経営資源を削減し、クラウド及び ソフトウェア市場への転換を図った。2013年7月23日、ソースファイア社を27億ドルで買収することに正式合意したと発表した。2014年4月、リオエ市場を主力とする創業間もない企業に国を問わず1.5億ドルを投資すると発表。この投資資金は、ザ・アルケミスト・アクセラレータ、アイラネットワークス、エベリスングなどの IoT アクセラレータや、 スタートアップ企業への投資に割り振られた。発表後、ザ・アルケミスト・アクセラレータは、シスコとの戦略的提携を発表し、IoT スタートアップ企業の成長を促す、個別プログラムを開始した。新たな投資により、シスコインベストマンツによるテーマごとの投資総額は、新興意 o 得市場を主力とするスタートアップ企業向けの1億ドルと、合わせて2億5、0ドルとなった。 シスコの IoT 開発と拡大は、イノベーション担当バイスプレジデントマッチ・クランツが、同分野の世界的な専門家としてリードした。2014年現在、X86 ブレードサーバー市場においては、ヒューレット・パッカードに次ぐ、世界2位のシェアを占めていた。2015年までに、エッジコンピューティングあるいは外付けスマートグリッドとして、機能するエネルギールーターを試作した。 2015年5月4日、CEO 兼会長、ジョン・チャンバーズが、同年7月26日付で CEO を退任すると発表。会長職は継続とされた。チャック・ロビンズが、次期 CEO となる。2015年7月23日、テレビセットトップボックスとケーブルモデムの事業を、テクニカラーエ A 社に6億ドルで売却すると発表。この事業はもともと、シスコが、 サイエンティフィックアトランタ社を69億ドルで買収した際に手に入れたものだった。この売却は今週ーマー市場から徐々に撤退する中でエンタープライズ分野のクラウドベース製品に重点を置くシスコの新たな経営陣による取り組みの一環として行われた。またビデオ製品に関してはテクニカラー社と引き続き協力していくとされた。二0十五年十一月十九日。 シスコはアームホールディングズ、デル、インテル、マイクロソフト、プリムストン大学と共にホグコンピューティングへの関心を促し、開発を促進するためにオパンホグコンソーシアムを設立した。シスコのイノベーションコーポレートテクノロジー担当シニアディレクターであるヘルダー・アントゥニーズがコンソーシアム初代会長となった。2016年1月、 ソフトウェアディファインドワンのスタートアップ企業で、ブランチオフィスネットワークの設定と最適化のためのクラウドサービスを提供するベラクラウドに投資。マーチキャピタルパートナーズの主導するシリーズ C ラウンドで、ベラクラウドに2700万ドルを出資した。なおベラクラウドには2社が戦略的な投資を行っており、そのうちの一つがシスコであった。2016年5月から10月にかけて、 ロスチャイルドに株式を買収されている。2017年初頭、シスコシステムズは、バンクオブ、ニューヨークメロンや BNP パリバ、そして、アクセンチュアなどと、ブロックチェーン推進団体である、チャンバーオブ、デジタルコマースに参加した。2017年2月、クラウドとモバイルのセキュリティリスクに対応する、クラウドベースのセキュアインターネットゲートウェイを、初公開した。 公開されたシスコアンブレラは企業ネットワークや VPN を使用しないユーザーがリモートデータセンターに接続する際に安全なインターネットアクセスを提供できるように設計されている。2017年度第4四半期決算を発表した直後、一株あたり株価が7%を超えて上昇する一方で業績がアナリスト予想を上回ったことから 一株当たり利益も60セントから61セントに増加した。2017年9月、チャンバーズは2017年12月の任期満了時に会長職から辞任することを発表。2017年12月11日、ロビンズが引き続き CEO を務めつつ公認の会長に選出された。チャンバーズは名誉会長の職に就いた。シスコは 製品と人材を自社に取り込むため様々な企業を買収している。1995から1996年には11社の買収を完了。ストラタコムなど当時において業界史上最大の買収もあった。1999年のインターネットブーム期に同社はカリフォルニア州ペタルマにあるスタートアップ企業セラントコーポレーションを70億米ドルで買収。 これは、当時の同社にとって、過去最大の買収であり、これを超えたのは、今でもサイエンティフィックアトランタ社の買収のみである。1999年、KPMG コンサルティングの株式を10億ドルで、取得、インターネット企業ミトリアス社の設立につながった。買収企業の一部は、ランスイッチング、企業向けボイスオーバーインターネット、プロトコルプラットフォームウェベックス。 ホームネットワーキングなどのシスコ事業部門となり、売上が10億ドルを超える規模に成長している。ホームネットワーキングに関しては、2003年に同社がリンクシス社を買収した結果であり、2010年にはシスコバレー社の新しい製品ラインも追加された。2005年1月12日、ワイヤレスコントローラの製品ラインを強化するため、エリスプリース社を4億5、0米ドルで買収すると、 発表した。2007年1月4日、アイアンポート社を8億3、0 0ードルで買収すると、発表、2007年6月25日に買収を、完了した。アイアンポート社は、アイアンポートアンティスパム、センダーベース電子メールレピューテーションサービス、電子メールセキュリティアプライアンスでよく知られた企業であり、買収の結果、シスコのセキュリティ事業部門に統合されることになった。 アイアンポートのセンダーベースデータベースは他のシスコ製デバイスからデータが投入されることを考慮しセネソルペースに名称変更された。セネソルペースはデバイス上で IP アドレスに関するリスクプロファイルを作成できるため HTTP サイトや SMTP の電子、メールソースについてリスクプロファイルを動的に作成できる。年月日 シスコシステムズは32億ドルで WebX を買収すると発表した。2012年3月15日、NDS グループ社を50億ドルで買収することを発表。買収は2012年7月30日に完了した。その後、スタラントネットワークス社、元デベロップメントグループ社を買収。2010年には E スキルズウィークの主要投資者となった。 2011年3月にはネットワーク設定変更管理ソフトウェアを提供する株式非公開企業パリネットワークス社の買収を完了した。2013年1月にシスコはイスラエルのソフトウェアメーカーであるイントゥーセル社を約4億7、500万ドルの現金で買収しモバイルネットワーク管理サービスを拡大した。同月にはサイバー脅威対策に重点を置く。 企業コグニティブセキュリティ社を買収。さらに2013年3月にはソルベダークト社。2013年4月にはユビクイシス社を買収した。2013年10月、サイバーセキュリティ企業ソースファイア社を買収。2014年6月16日には動的、マルウェア分析と脅威インテリジェンステクノロジーを提供するセレットグレッド社の買収を完了したと発表した。 2014年6月17日、従来型及び仮想化ネットワーク向けのマルチベンダーネットワークサービスのオーケストレーションソリューションの分野を主導する株式非公開企業テール F システムズ社を買収する意向を発表した。2015年4月2日、ソフトウェア定義型ネットワーキングのスタートアップ企業エンブレイン社を買収する計画を発表。これによりシスコはファイアウォール、 VPN ターミネーション、サーバーロードバランサ、SSL オフロードなどのレイヤー3から7、ネットワークビスを提供するシスコエンブレインのソフトウェアプラットフォームを獲得することになる。2015年5月7日、アプリケーション内にリアルタイム通信とコラボレーション機能を簡単に組み込めるクラウド API プラットフォームを提供するトロッポ社を買収する計画を発表した。 2015年6月30日、ドメイン名のリクエストを監視し、セキュリティを強化する DNS サービスで知られる株式非公開企業オパン,ンズ社を買収した。2015年8月6日、クラウドベースの契約管理プラットフォーム、セルビシックスチェンジで知られる、米国の非公開企業メインパネンスネット社の買収を完了したと発表。同月、オンプレミス及びクラウドベースのセキュアな ファイル共有ソフトウェアを提供するバンガロールの株式非公開企業パワー社を買収した。2015年9月30日、英国を本拠にし、企業や政府機関を顧客としてサイバーセキュリティサービスを提供する株式非公開企業ポートカリスコンピューターセキュリティ社を買収する意向を発表した。2015年10月26日、ドイツのケルンに本拠を置く。 株式非公開企業パーストリム社を買収する意向を発表した。パーストリム社は大量データの分析や格納をネットワークのどこからでもほぼリアルタイムで実施できるアナリティクスデータベースの技術を提供している。2015年10月27日、共約ティビティの検出に主眼を置くランケップ社を4億5250万ドルの現金と株式で買収すると発表した。 2016年6月28日、3人のイスラエル軍隊役軍人によって2011年に創設されたクラウドセキュリティを手掛ける株式非公開企業、クラウドロック社を2億9300万ドルで買収する意向を発表。買収は2017年度第1四半期中に完了する見通しだった。2016年8月、 スタートアップ企業スプリングパス社を買収する意向であることを発表した。シスコのハイパーフレックスシステムにはスプリングパス社のテクノロジーが組み込まれている。シスコはすでにこのハイパーコンバージドプロバイダーの未公開株式を保有している。2017年1月アプリケーションパフォーマンスのモニタリングを手掛けるアプディナミックスを37億ドルで買収すると発表。なお、 アップディナミックスは IPO 直前だった。2017年1月26日、シスコは他11社と共同でドイツにイノベーションアライアンスを設立した。イノベーションアライアンスは40拠点に2000人のスタッフを抱え、ドイツの小企業に専門知識を提供している。2017年10月23日、クラウドコミュニケーション及びコラボレーション分野に さらに注力するため、ブロードソフトを19億ドルで買収すると発表。日本法人は、1992年に、米国本社の100%子会社、日本シスコシステムズ株式会社として設立された。2000年にシスコシステムズ株式会社に改称。その後2007年5月に、東京都港区赤坂にある、東京ミッドタウンへ本社を移転し、同年8月に、 本社の組織再編に伴い、シスコシステムズ合同会社に解消、同時に、シスコシステムズネザーランドホールディングス PB の100%出資会社となった。資本金は4億5000円。社員数は約1200名。ワークスタイル革新、働き方改革を率先する企業として知られ、2014年に一般社団法人日本テレワーク協会が主催する。 第14回テレワーク推進賞会長賞を受賞。2015年には厚生労働省が新たに創設したテレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰制度版の大企業部門第1位となった。2015年5月に鈴木美幸が代表執行役員社長に就任し、より日本に根差した企業を目指した経営変革を推進する。同年9月に 日本の中堅中小企業に特化した日本独自のブランドシスコスタートを発表しネットワーキングコラボレーションなどソリューションのポートフォリオを拡充しているまた IoT の分野ではファナック、山崎マザック横川ソリューションサービス大熊、コニカミノルタ、オムロンといった日本企業との連携を加速しているほかスマートシティの分野で京都府と協定を結び観光環境 防災などのプロジェクトを進めている。ブランディングに関しても現地化を強化し、シスコブと呼ばれるが、日本初のマスコットキャラクターを発案し展開している。2016年6月に、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会に、ネットワーク機器を提供するオフィシャルパートナーとなることを発表。また、2017年12月に、卓球日本の石川霞選手と、 張本智とともかず選手とアスリートアンバサダー契約を締結し、選手やコーチ、サポートチーム間の円滑なコミュニケーションをサポートする最新のコラボレーション技術や試合やトレーニングに関する様々なデータ分析を安全に提供する仕組みを提供している。2018年2月に鈴木美雪がシスコシステムズアジアパシフィックジャパンのプレジデントに昇格し、同年7月、 デーブ・ウェストが代表執行役員社長に就任。シスコは特定の製品やソリューションの枠組みを超え、それらを連携したアーキテクチャとして、コラボレーション、セキュリティ、エンタープライズネットワーク、データセンターと仮想化、サービスプロバイダーを定義している。シスコのアーキテクチャは人、データ、プロセスをいつでも、どこでもシームレスに安全につなげることで、ビジネスに変革をもたらすとしている。 コラボレーションメッセージングビデオ、ウェブ会議、電話をシームレスに連携し、組織や環境の壁を越えたコミュニケーションを実現。クラウド、またはオンプレミスで場所を問わず、高品質なコラボレーションを提供する。クラウドサービスのシスコウェベック X やビデオ会議端末のシスコテラプレシンスシリーズ、シスコユニファイド IP ホーンシリーズなどがある。セキュリティ標的型攻撃、リードス攻撃、 なりすまし、メール、ウェブ不正アクセス、ランサムウェアとなど、サイバー攻撃は日々進化する中、インシデント防止のみに対処するのではなく、エンドポイントを含む、ネットワーク全体の可視化と侵入後までを想定した、サイバーセキュリティ対策をサポート。一連の攻撃活動に対し、複雑さを軽減し、基地だけでなく、未知の脅威も可視化し、入り口、 出口対策に加え内部対策まで連携して防御。テクノロジーだけでなく、人、プロセスまでもサポートするサービス提供まで、包括的なセキュリティソリューションを提供する。エンタープライズネットワークデジタル時代に求められる、シンプル化、自動化を実現する、オープンで、サービス中心のネットワークソリューション。ビジネスニーズに素早く対応し、誰もが安全で使いやすく、ビジネスに貢献できる、 インテントベースのネットワーク基盤を提供する。スイッチのカタリストシリーズ、サービス統合型ルータのシスコ ISR シリーズ、ワイヤレスアクセスポイントのシスコアロノットシリーズや、クラウド管理型のシスコメラキシリーズなどがある。データセンターと仮想化コンピューティング、ストレージ、そしてネットワークを統合し、コストの低減、拡張性と管理性の向上、シンプルな運用を実現する。 データセンターソリューションを提供。データセンターネットワーキングのシスコネクサスシリーズ、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを統合し、シンプルで迅速な導入を可能にする UCS サーバー、ハイパーコンバージドインフラのシスコハイパーフレックスなどがある。サービスプロバイダー、デジタル時代に目まぐるしく変化を遂げる市場ニーズに、対し、サービスプロバイダーがよりオープンで、 弾力生活拡張性に優れた次世代ネットワークの構築を可能にするソリューションを提供。コアルータ n の CS6000 シリーズ、キャリアインサンネットプラットフォームの ASR9000 シリーズ、ケーブル事業者向けクキャプ用、コンバージドブロードバンドルータの CBR シリーズ、モバイル事業者向けパケットコアの ASR5000 シリーズからサービスオーケストレーションを実現するシスコンソなどがある。 シスコでは、シスコ製品の IT プロフェッショナル認定を提供している。エントリー、アソシエート、プロフェッショナル、エキスパート、アーキテクトの5つの認定レベルがある。また、ルーティングスイッチング、デザイン、インダストリアルネットワーク、ネットワークセキュリティ、サービスプロバイダー、サービスプロバイダーオペレーションズ、ストレージネットワーキング、ボイス、 ダータセンターワイヤレスの9つのパスがある。カリフォルニア州3のゼのシスコシステムズ本社シスコの社名はサンフランシスコの省略である。ジョン・モードリッジ34人の従業員及び初代社長によると創設者は会社を登録するためにサクラメントまで運転している間に名前とロゴを決めたとされる。シスコシステムズという名前をエンジニアコミュニティで 一定期間使用した後、公式な社名をシスコシステムズ、インクとした。シスコシステムズの文字は、時折、バグレポートや iOS メッセージの中に見ることができる。なお、会社のロゴは、サンフランシスコの名所である、ゴールデンゲートブリッジをデザインしたものとなっている。専門技術者、セールス、データセンター向けの認定も多く用意されている。シスコでは、学生が、 コンピュータネットワークの設計とメンテナンスの方法を学習する場としてシスコネットワーキングアカデミーを立ち上げており、上記認定のトレーニングも実施している。現在161カ国でこのプログラムは採用され、日本国内では180校以上が参加している。認定スクールはシスコネットワーキングアカデミーのメンバーとして CCA なレベル、またはその他のレベルのコースを提供できる。 シスコアカデミーのインストラクターは区会認定インストラクターとなるために CC への認定を取得する必要がある。シスコはこれまでにも数多く技術教育に携わってきた。シスコアカデミープログラムは65カ国以上、1万以上のパートナーにより様々な場所で実施されている。例えば2013年3月にはミャンマーへの展開がアナウンスされ、 ヤンゴンとマンダレーにある2つのシスコネットワーキング、アカデミーとチャンネルパートナーネットワークに投資が行われた。ありがとうございます。